グリーリッシュとマグワイア、まさかの代表落選に。ジャック・グリーリッシュ、ハリー・マグワイアがイングランドのユーロ2024代表から外れるとデイビッド・オーンステインが報道。グリーリッシュは単純に選ばれなかった。マグワイアはふくらはぎの負傷。マグワイアとグリーリッシュ代表落選か見たかったんだけどな。グリーリッシュとマグワイアはサウスゲートのお気に入り感あったからメンバー外は意外やな。確かに最近試合出てなかったけどさ、アシストしたやん。どんだけセンスなかったらグリーリッシュ戦外にすんの？逃げ切り要因としてカップ戦では必須でしょうよ。グリーリッシュは相手のレベルが高ければ高いほど必要な存在。ボーデンと栄えたらボーデン出る場面ほとんどなくない？グリーリッシュ残した方が良かったのでは？グリーリッシュほんまに実力落ちならイングランドレベルエグすぎやろ。これ外れる代表層厚すぎでくかなんよ。さすがイングランドの森保。